9月24日、横浜市都筑区にある横浜国際プールで、真っ青同盟杯アームレスリング選手権大会が開かれました。アームレスリング道場真っ青同盟が毎年行っているもので、19回目となる今回は200を超えるエントリーがありました。ただ単にそのものを持ち上げられる力が強いからアームレスリングが強いっていうわけではないですね。やっぱその技とかタイミングとか瞬発力とか全部含めてそこが魅力ですかね。一般部門は自己申告制で、初心者クラスから全国トップレベルの S クラスまで5つのクラスに分かれ対戦が行われました。最高に楽しいです。モルキー集中集中スタート。調子3ヶ月ぶりの試合なんですけど楽しいです。めちゃめちゃみんなシャーッシャーッ。ありがとうございます。ありがとうございます。一言お気持ちを。自分の中では S が優勝できると思ってなかったんで頑張ってきた甲斐があったなと思います。他にも女子の部や子どもの部があり、気合の入った戦いにたくさんの声援が送られていました。はい、優勝ですね。まだ一言どうぞ。最高です。最高です。6年生よかったね。最後レディゴーみんなありがとうございます。ありがとうございます。やってみていかがでした？びっくりするぐらい早く勝負が決まりました。アームレスリングは実際やってみるとすごく奥の深いスポーツなので、ぜひ皆さん一緒にやってもらいたいです。